でまず、正則行列の積によるランクの普遍性です。これは教科書ですと52ページの K2.9 というところにあります。で、どういう内容かというと、まあ、A を M 行 N 列の行列として、で B を M 次正方行列として、 C を N 次正方行列とし正則行列あごめんなさい B は M 次正則行列として、 C は N 次正則行列としますと。でこの時に、A の左側から B をかけて、右側から C をかけた行列ですね、この BAC のランクは元の A のランクに等しいですよっていうのが、この、主張ですね。ですから正則行列をかけてもランクは変わりませんよっていうのがこの K の主張です。で、一応まあ証明がちょろっと載ってますのでちょっと紹介しますと、どうなったのかな、ちょっと待ってくださいね。まず、この BAC っていう行列ですね、 BAC っていう行列に、なんか M 字の正則行列 B プライムを左からかけて、 N 字の正則行列 C プライムを左からかけると、階数標準形にできるって言うんですね。で一方で元の行列 A に対してもこの M 字の正則行列 B のダブルプライムを左からかけて、で N 字の正則行列 C のダブルプライムを右からかけても階数標準形が得られるっていうわけですね。でこれ実はどちらも A の階数標準形とみなせるわけです。なんでかっていうと、この左側の方はですね、これ実は A に左側から B プライム B をかけて、右側から CC プライムをかけていると思えば、これって実は A の階数標準形ともみなせるわけですね。ですのでBAC の階数標準形というのは実はこれ A の階数標準形でもあるから、じゃあこれは等しいはずだということで、階数標準形は必ず一つの形に定まるから、実はこの E の R と E の S というこの単位行列のサイズはどちらも等しいですよということが言えるということになります。はい、はい、次ですね、次の性質はですね、点字行列にしてもランクは変わりませんよっていう性質で、これは教科書ですと53ページの K の 2.10 にあります。で一応その説明を読みますと、まあ、A を M 行 N 列の行列とするときに、で、まあ、T の A っていうのはこの A の点字行列ですね。A の点字行列のランクは、まあ、A のランクに等しいですよというのがこの主張です。一応この証明もざっと見ますと、仮にですね、今行列 A にですね、その M 字の正則行列 B を左からかけて、N 字の正則行列 C を右からかけて、それでこう階数標準形が得られたとしましょう。で、ところで A の点字行列にですね、このさっき出てきたこの C と B を使って C の点字行列を左からかけて B の点字行列を右からかけるっていうことができるんですけれども、これって実はこの点字行列の積の性質から言うと、これ積の順番を逆にして BAC って並びにして、これ全体を点字行列した点字したものと等しいわけですよね。で、それって実はこの BAC がもともとこういう形の行列でしたから、でこの BAC を点字したやつも、まあ、こういう行列になると。ただし行列のサイズはひっくり返るんですけど、左上にこの R 字の単位行列が来るという形は変わらないというわけですね。ですので、この時、まあ、C の点字行列と B の点字行列も正則ですから、A の点字行列のランクは R で、これはもともとの A の点ランクと等しいですよということが言えます。ということで、まあ、ちょっと証明はちょっと面倒ですけれども、とりあえず事実は事実を覚えてください。とりあえずまずこれですね、今回はその A の点字行列をとってもランクは変わらないということは覚えておいてください。
はい、バンバン行きますけれども、次にはじゃあ行列の席のランクがどうなるかっていう話ですね。で、これは教科書ですと53ページの K の 2.11 にあります。で、ここではあの A を M 行 N 列の行列としまして、B を L 行 M 列、それから C を N 行 K 列の行列とするときに、そのまず A にあのなんか左側から行列をかけた時のランク、それから A に右側から行列をかけた時のこのランクがどうなるかっていうことを言ってるんですけれども、実はこれ両方ともランク A のランクを超えることはありませんというのはこの主張ですね。だから等しい場合もあるし、小さくなる場合っていうのはあり得るけれども、もともとの A のランクより大きくなることはないというのがこの定理の主張です。で、一応これも証明やっときますかね。はい。そしたら、今ここでは、そうですね、B1 っていうのを M 次正方行列として、C1 を N 次正方行列としてですね、それでこの B1×A×C1 がこう階数標準形になったとしましょう。で、この時に、まず、この、A×C のランクっていうのをこう調べてみますと、ここではですね、どういうことをやってるかっていうと、ちょっと待ってくださいね、ランクの AC で、ここのその A と C の間に、まあ、強引に C1 と C1 のインバースっていうのをこうかけておきます。で、そうしますと、この A かける B1 かける A かける C1 っていうところが階数標準形になりまして、で、まあ、これにその、まあ、列変形を加えた形になりますので、ですので、まあ、こういう形になるんですけれども、これはそのこの C プライムっていうところは、まあ、R×K、R 行 K 列の行列になるので、まあ、この時その、まあ、非0の列は、まあ、減ることはあっても増えることはないということで、これは R 以下ということになります。で、それからと、今度は A に左から B をかけた場合のランクに関しては、これは点地行列で考えれば、A の点地行列に B の点地行列を右からかけたことになりますね。で、先ほどその A に右から行列をかけた時のランクの性質は、これ A のランクを超えることはないっていうのを使いまして、これっていうのはその A の点地行列のランクを超えることはありませんよっていうことを言えるんですけれども、これは先ほどの一つ前にやった一つか二つ前にやった例からですね、点地行列のランクというのは元の A のランクと等しいですから、まあ、こういうことも言えるということになります。はい、それからですね、正則行列の、ランクの性質もあります。これは50テキスト、教科書は54ページの K の 2.12 ですね。これ A を N 次の正方行列とするときに、ランク A のランクが N に等しいならば A は正則だし、逆もまた成り立つということで、これ何が言えるかというと、その A が正則かどうかっていうのを調べる際に A のランクを調べればよいということを言ってるわけですね。だから A のランクを何らかの形で調べて、ランクが N であれば A は正則なんだなということがそこで分かるということです。一応証明に関しては、まあ、ざっとやりますけれども、まずもしランクの A が N であるならば、その、まあ、正則行列 B と C が存在して B×A×C っていうのは階数標準形になったとしたら、これは N 次の単位行列になります。で、これでこういう形で N 次の単位行列が得られたということは、A がですね、B の、逆行列と C の逆行列の積になるということで、
B と C は正則行列っていうことにしてましたから、B の逆行列と C の逆行列も正則行列で、正則行列の積は正則行列ですから、ああ、A も正則なんだなということになるわけですね。で、逆の方は、もし A が正則でしたら、A の逆行列も正則で、それから、N 次の単位行列ももちろん正則ですから、この時に A の逆行列かける A かける単位行列イコール、まあ、単位行列になると。これは実はこの形っていうのはその階数標準形を求めた時の、形になってるわけですね。ですので、ランクの A のランクは N で N に等しいということも言えます。はい。それで、あと何個かあります。あと2個ぐらいありますけれども、次、K の 2.13 というのがありまして、これも教科書は54ページですね。左逆行列は逆行列であるという性質です。で、これはですね、もともと正則行列の定義をやったときに、その行列 A が正則っていう場合には、この AB イコール BA イコール単位行列になるような B が存在しますよっていうことで定義したんですけれども、実際には AB か BA のどっちかが正則、単位行列になれば、もうそれで逆行列の存在が分かるという定理です。で、それを僕説明しますと、まあ、A が N 次正方行列ですよというときに、ある B がですね、N 次正方行列が存在して、左からかけたら単位行列になりましたという性質を満たします。このときに B を A の左逆行列っていうんですね。なんでかっていうと、左からかけてこう単位行列になったから、まあ、B は A の左逆行列っていうんですけれども、もし B が左からかけて単位行列になるんであれば、これは B を右からかけても単位行列になるし、ということで B は A の逆行列になると。しかも A と B は両方も正則であるということも言えます。で、これは逆にですね、この B を A の右からかけた場合についても同じように成り立つというんですね。で、一応こう証明に関してはこれランクの関係式から言ってるんですけれども、まず N 次の単位行列のランクは N ですよと。で、これは今B×A が単位行列になってますから、ランクこれ B×A のランクに等しいですよと。で、ところがこの行列の積のランクっていうのは、 BA のランクっていうのはもともとのランクの A 以下ですよということが言えてました。で、A のランクはいくつかあったかっていうと、一応 N 次正方行列ですから N 以下ですよということになって、で、実はランク A の値がですね、上と下から N で抑えることができたわけですね。 こっちは下に N があって N 以上 N 以下っていうことになりましたから、で、じゃあランク A のランクは N ですよねっていうことになります。で、先ほどの K2.12 からじゃあ A は正則ですねっていうことが言えるわけです。で、さらにこの時ですね、うまく B の式変形をすると、この A×B も単位行列になるので、あ、 B も正則だし、B は A の逆行列だっていうことが言えるわけです。はい。はい、それからですね、ランクと線形独立性の性質なんですけれども、ちょっとこれは時間的に厳しそうなので、ちょっと証明は省略しますけど、まあ A を M 行 N 列の行列としたときに、この A のランクというのは、実はこの A の線形独立な列ベクトルもしくは行ベクトルの個数の最大値に等しくなるということを言っています。はい、ちょっとすいません、ちょっと時間の都合でこれは事実だけ述べておきますので、まあ、証明の方はですね、概要をスライドにも資料にも書いておきましたので、ちょっと各自で確認しておいてください。